はい、衆院選2017ウィーク、本日は共産党でございます。はい、縁も竹縄でございますけど、縁も竹縄、はい、ど真ん中共産党いきます。はい、はい、こんな件が出ました。うん、はい、駅を知ってる人はもうこれ見てすぐ分かると思います。お、ここに小っていう件が出てきています。まあ、これ訴訟の小で訴える件ですけども、はい、別にそのなんかトラブルというかね、その法的トラブル云々っていうのも意味ないことはないけど、もうちょっとこう抽象的な意味としては、訴えるってね、要するにその本当にこうなんだ、裁判での訴えるじゃなくって、うん、昔のイメージでいくと時代劇見てて、はい、なんか村がすごい困ってますと、うん、でその窮状をこう訴えるために大名行列の前にほら飛び出してって直訴ってあるじゃないですか、はいはいはい、でこんな困ってるからとかっていうの、あれに近い感覚なんですよ、うん、この件が出た時って、うん、要するにその自分たちの困ってる状態と、うん、それを全然聞く耳持ってくれない人がいて、それでも自分の困ってるところを訴え出なきゃいけないっていう訴えるって件なんですよね、うん、だ要は自分たちの内部事情と外側事情が全然もうその空気違ってるというか、あの別世界になっちゃってて、接点持ってないから、うん、それでも無理やり飛び出そうと思ったら非常手段に訴えてでもお殿様の籠の前に行かなきゃいかんみたいな、そういう件なわけですよ。まあ、非常に厳しい件なんですよ、はいはいはい、で、まあ、こんなのが出ました。そして中身をこうやってまた赤い文字のところこうやって分析してってみてもね、これも誰が見ても分かる損というのがここにあるわけですよ。損得の損、はい、うん、でまあ真はさっき出てきた雷の刑、ですからまた、声ありて形なしで、最後に規制っていうのがあるんですけども、これすでに済んだっていう件なんですね、はい、ですでに済んだっていうのは物事が何か自分で思ってることが成し遂げられますかっていうテーマで占ってこれが出たら完成するよっていう毛だからバッチリ OK の毛なんですね。でもそのめでたしめでたしで終わらないで、その後のことまで全部視野に入れてるテーマ占ってこれが出ると、そこで完成ってことがネガティブに表現すると伸びしろがなくなったってことなんですよ、完成したっていうことは。だからこれが出ちゃう、このベースのところに出ると、うん、もういっぱいいっぱいになってる、もう今がピークだよっていう毛なんですよ、うん、だからちょっとこの先の発展性ってあるんだろうかっていうふうに言いたくなるような毛です。うーん、だから全体にねすごい閉塞感のある毛ばっかりなんですよ。だから、まあ、かなり厳しいのではなのかなという思いがしますね。なるほど、うーん、どうなんでしょうね。どうなんですかね。僕もねあまりちょっと政治のことがねあまり僕もわからないのでね、なかなかコメントもしづらいんですけれども、リスクを回避したなこいつ、はい、なんか今知らないことが分かられて逃げようとしたな。逃げたけど本当にわからないもんでね、まあ、でもまあねやっぱりそんなにね多くはなんかね支持はどうなのかなっていうイメージはあるんでね。長谷川さんがディスってますよ。いやディスってないですよ。本当にわかんないよね。まあくまでこれはもう占いですから。はい、はい、そうです、そうですよ、そうです、う便利な言葉です、占いですから、はい、なんでね、ということで、皆さんご参考になさってください。はい、また明日もやります、はい、見てください。